どうもナオチンです。さあ今日もメガトン級武蔵やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はここ暴虐の獣行きます。ここが1分40秒、まあ、1分30秒ちょっと時間がかかってたのよ倒すのに。今秒殺できます。ここはねむちゃくちゃ簡単になりました。それでは行きましょう。こいつと戦うときに重要なのは必殺技です。これナイトグラウンド、これがとにかくこのボスには効きまくる。むちゃくちゃ効くのよ。なんでこれをつけていくっていうのが重要です。でさらに根元から当てる、根元から当てるととんでもないダメージになるんで、これがねめちゃくちゃいい。早い時でもう倒してる、早い時はもう倒してるぐらいのスピードです。ちょっと遅かったんじゃないかな今の。うん、十分早いぐらいとは思うけども、おそらく40秒以上かかったんじゃないかな。うん、早い時ねむちゃくちゃ早い、むちゃくちゃ早いです。あ42秒うん、若干遅いね。ベストタイムは34秒です。結構早いでしょ。かなり早く倒したと思うんだけどね。では、スキルや装備などの説明いきますね。まず、重要なのが、パイロットのスキルです。パイロットのスキルが、とにかく重要。一番重要だって言っても過言ではないですね。これ、驚異的な集中力。これがないと必殺技を連発できないので、これが絶対必要です。入れるようにしてください。続いて装備ですね。強くて弱点属性をつけていくっていうのはまあ基本的なことなんですけども、拡張でクリティカルのダメージ、これがね、たくさん入ってるとダメージが全然違います。すべてクリティカル攻撃のダメージを、拡張で入れてください。これは全部入れて、63% ぐらいかな。クリティカルダメージが上がってます。そして、マザーボードですね。必殺技とクリティカル、これを上げるようにしていってください。クリティカル率が上昇する。そして必殺技のダメージ。で、クリティカルのダメージアップ。こういうものを入れるようにしてください。で、必殺技のダメージはとにかく、もう極上げでいいと思います。必殺技ダメージとクリティカルダメージですね。そして必殺技パワーファクターとクリティカルファクター、これは入れてください。これを入れることによって、ダメージが底上げされますのでおすすめです。で絶対必要なのがナイツオブグランド、これがねとにかく強い。まあ他のボスに対してもこれはかなり有効になるので入れてた方がいいと思います。そしてアイシクルミサイルだね。もうこの4つはもうこれはもうずっとこれでいいと思う。どのボスに対しても敵に対しても全部有効なので、この4つはもう全て固定でいいと思います。他もね結構使ってみたんだけども、どうしてもねこの4つがズバ抜けで強いので間違いないと思います。それではおさらいにもう一度倒してみます。まず始まったらクリティカルファクター、パワーファクターを入れて密着してからナイスオブグラウンド、これで雑魚敵も同時に倒していけます。でそして遠距離武器、これはとにかくヒット数が多いやつを選んでください。ショットガンがベストだね。ショットガンがベストなのでできればショットガンを入れてくださいね。であとはもう密着してガスガスいくだけです。終わりかな。イエーイ。まあこんな感じです。まあ、重要なのは必殺技をしっかりと溜めながら密着してナイトグラウンドを入れるっていうことです。スキルにはクリティカルダメージをしっかり入れて、DPS を上げるようにしてみてください。47秒、若干遅めだけども、まあ昔に比べるとだいぶ早く倒せるようになりましたね。
まあ、こんな感じなのでやってみてください。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。